ます、財布の落とし物があるそうですので、こちら今から申し上げます財布がまだ本部に届いておりません。見つけた方は本部、熱海市7部まで、持ってきていただければと思います。貴重なですね、猫の黒い猫の顔をしたお財布で、耳のところからガバミスに開くタイプのものだそうです。武藤栄美さんという方のお財布だそうです。猫の黒い猫の顔をしたお財布を落とされた方がいるそうです。また本部テントの方に、実物は届いておりません。皆様拾った方、見つけた方いらっしゃいましたら、本部テントにどうぞ皆様、お渡しいただければと思います。これから先はですね、天候とテント、様子を見ながら